弱電とは、電気の利用方法として、通信、制御、情報に関する分野を指す語である。工学の分野としては、電子工学が対応する。学会には、電子情報通信学会がある。動力としての電気を供給する教電の対義語であり、主に電気的な信号を伝えたり、あるいはその電気信号で何らかの機器を制御する、ことなどを指すほか、設備では、 電線の内動力としての電力を供給するものを強電線、信号を伝えるためのものを弱電線として扱う。こういった分野の最も現象的なものは、館内放送などとしてのパブリックアドレス設備に関わる音響インピーダンスの高い、ハイインピーダンススピーカーと放送設備本体、そしてそれらを接続する電線である。こういった設備は、施設の利便性を上げる機能を担っている。 また、電話など、通信のための経路も古くから用いられている弱電設備である。今日の弱電では、前述の放送、電信電話設備以外に、火災報知機関連や、照明制御、空気調和制御関連、機械警備のための各種保安機器に類するものが、挙げられるほか、施設によっては、建物付帯の映像機器に絡むものなど、多岐にわたる。さらに、 インテリジェントビルに見られるようなコンピュータネットワークへの対応も弱電の範疇で扱われる。弱電関連で強電と最も異なる側面はノイズに対する考え方である。強電でも接続される機器側で想定外の電圧、電流の変動があった場合はそれらの機器が異常な動作をするために問題視されるが弱電で通信経路に ノイズが入ることはなおさら問題視される。電気的なノイズはノイズ以外の正常な電気信号との比率で表すことができるが、これは正常な電気信号に対してノイズが無視できるほどの小ささであるなら問題がない。しかし、正常な電気信号に対して無視できないほど大きなノイズは正常な電気信号による通信を妨げるために問題視される。これは例えるなら、 前者がオーケストラ演奏中に飛んでいるカノのオ音、後者は会話している傍らでオートバイのエンジンを空ぶかししているのに似ている。前者は全く無視できるが、後者は無視できないので会話が困難である。弱電においてもノイズが主体となる電気信号を妨げるため、これを防ぐ様々な方法が取り入れられている。前述の例における話しているそばで空ぶかししている。 オートバイでは、その対応がいくつか考えられる。考えられる対応としては、オートバイを遠ざけるか、建物の中など音を遮蔽できるところに自ら、またはオートバイを移動するか、エンジンの爆音に負けない大声で喋るかである。弱電においてもその考えは変わらず、ノイズの発生源となる強電線や機器を弱電線から離して設置したり、電磁シールドで覆って、 ノイズの影響を軽減したり、あるいはノイズに負けないくらい大きな電力で音響機器を動作させるや途中で信号を補強してやるなどがある。また、信号の形態の変換、すなわち騒音の中では手端信号で意思を伝え合うような光通信などのデジタル化の併用といったことなども講義においては弱電の範疇である。ありがとうございます。